無理してない？ドラッグカバーみたいな。いやいや。完成されてるもん。黙れ黙れ黙れ。はい、すいません。リトル関西。見れば。ワンコインどんぶり丼の決定戦。あ、めっちゃいい匂い。ね。うん。はい。これだけでいい。おいしい。フライパン用意しろ。こっちはシェフだぞ。スーツやミスってる。ウインナーもふっかるウインナー40点でございます。おー、高い。うーん、えっ、うまい。おいしくできてるかも。しますけど、甘辛丼は40点、5点。調理スタートです。パン、調理さん、もしまな板もフライパンも何もいらんやん。したことあんの、その料理初めて。すごいね。じゃあそれでイワシをこう持ってくる。気をつけて寝て。はい、中華鍋にそのどこに切らせてもらうんですか。イワシを潰します。あ、風花がイワシ潰してます。イワシは、はい、骨も食べれる気がします。あ、多分缶詰は食べれます。はい、皆さん、なんか中華鍋を最近買ったよみたいな、ちょっと食感があるまで残しておきます。出てきた中華鍋のカレーをレンジでチンしますが、熱々で提供したいのでちょっと休憩します。ブランドちょっと休憩。ちょ、調理は部屋で集めます。西村君も頑張ってる。あ、取れた。もうこうやってやった。いいね。やっぱ少ないですから、工程絶対は何パーセント麻婆豆腐って。はい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 、やっと取れた。アボカドはアボカド選びから大切になってくるからな。ほんまや、始まってないよ。じゃあ西村さんの時そうやね。ニンニクどんぐらい使うんですか。いや、でかいんでもう2かけでいいかなと思ってます。さあ、あ、ちょっといつもは中華包丁でこれやるんですけど。おお。皆さんはそれ、あとはどうぞ。できないから、もう、え、結構終盤いいね。5割、今5割。今潰しただけやけど。ウさん、料理は。僕、料理はでも結構しますね。カレーとか。ああ、カレーよく聞く。そう、俺だけほんまに全くしないですよね。4人は結構する。めっちゃ保険張るやん。匂い、どうしたん。匂い強いのステンレスで切れるんですよ。あー、すごい、豆知識。え、なになにそれ。今豆知識。ニンニク剥いた時に指についた匂いって、こうやってシンクにこすりつけたら消える。すげえ。ガチで、さっきまでニンニク剥いてた手やで、これ。え、すげえ。イワシの味見をします。イワシの味見。やっぱイワシが良くなかったら。でも完成されてるもんね。黙れ。はい、すいません。でしょうな。学校給食を思い出します。ああ、じゃあ優しい味付けなんかな。うん、アボカド苦戦しすぎちゃう。こんだけしか抽出できんかった。すごい悪いって言ったのに。スーパーに豚ひき肉が売ってなかったんで、シューマイを潰すっていう代用方法で、もうもったいないんで、もう皮ごと潰してますが。うん、前から踊っとこう。あ、潰れる潰れる。うん、クレイジー料理。クッキング動画やとは思われへん。サクサクなんとってさ、どうなるの。硬い。硬めだね。硬めってどうな。でも、やわやわって嫌じゃない。ああ、まあ好みやけど。そうね、嫌な人は絶対多いよね。
中華ですが、サラダ油なんですか？はい。なんかごま油とかじゃなく。ないん。あ、でもサラダ油でいいかなっていう。うん。敷き方もうまいね。あえてちぎろうかな。なるほど。このゲームの穴を見つけました。お、調味料は無限。調味料は値段に換算に入らないということで。簡単にできちゃうよみたいなやつ。あれで使うと。あ、そういうことか。豆板醤。豆板醤。豆板醤は小さじ3。まあ3と、まあ3杯目はちょっと少なめに入れました。はいはいはい。1ぐらいでいいかな。トーチジャンっていうのは何ですか？トーチジャン、まあ、くなんか、まあ、トーチっていうなんか豆をなんか発酵させてなんか黒い塊になったやつみたいなやつのジャン。もう何でもいいんですけど、タレをパスタで目分量で。はい、目分量。米にタレが染みてるのが結構ポイント高いです。ラー油。ほう、辛めでいく。なんか中華っぽい。お、西村さんがメジャーなのはこれ。じゃあ豆板醤とか結構なんか何でも使えそうなメジャーな。ね、どうちらいいんですね。初めて聞いた。やば、手食ってるわ。本人初めて聞きましたよ。だからそのリトカン辛いもんうまいって言わんかもしれんから、ちょっとそんなに言うとこ。いや、僕好きですから。いや、俺も好きなんよ。いや、もうね、強い方がいいに決まってます、これは。え、ひき肉やん。ひき肉やろ。ここだけ一丁前。みんな遅い。遅いな。まあ今回のレシピは時短も含まれておりますから、その余裕さを演出しております。そうね、はい、これはうまいぞ。これなんか参考にしたものとかあるの？いや、これ食べたことない。え、想像。ああ、だから美味しいもん入れたみたいな、そういうこと。ユッケ好きやねん。ああ、はいはいはい。でユッケ作りたかったんやけど、うん、安いからこの2つやったら、うん、味付けはもう想像でしかない。ということで西村完成しました。ほんまに無理してない？無理してない？親指気をつけてね。これ食べたことない。めっちゃ斜めめっちゃ斜めってるけど、安いですか？うん、今日も想像でした。で、その料理不器用キャラが今乗っかってるからね、俺。食べたことないし、誰かが作る。うわ、よいしょ。すごい、一気にらしくなるな、やっぱ。いきそう。あ、大西さん、もうそろそろ動き出します。みんな完成してきてる。5分ぐらいもらったら、そろそろ動くか。じゃあ、それをレンチンしていきます。うわ、めっちゃ美味しそうやな。ちょっとね、どれ入れよう。ネギはなんかイメージあるね。なんか緑あった方がね。あ、そういう見栄えの部分も、いいのではなかろうかという。はいはい。うわ、もう結構ラストスパートね。これご飯に染みて美味しいんじゃないの？これだと水溶き片栗粉使わなくていいんでね。はい、クソ楽でございます。ふうさん、カレーできちゃいました。カレーを、カレーを、まあ、演出なんですけど、これは、はい、このカレーをボウルに入れます。おお、美味しそう。ふうさん、カレー作っちゃったよ。短時間3分で作れる。やば、現代人はちゃうだろ。見てください、これめっちゃうまそう。しかもなんかその好きな麻婆豆腐ちゃんと。麻婆豆腐俺結構好きなの。好きな麻婆豆腐あるな。麻婆豆腐って幅あるよな、スパイスカレーとイワシは相性がいいので、なんかキーマカレーみたいな雰囲気ありますね、見た目だけで言うと。あ、あれですか、スープの劣化版みたいな。いやいや強化版やな。強化です。
いただきます。はい、お願いします。いい、おいしそうですね。森さん、ついに盛り付け。おおっと、すごい完成。マヨネーズのような、はい、完成しました。よいしょ、パチパチパチ。いいな、なんかマジちゃんとうまいな、なんか中華料理。中華料理だけね。中華料理うまいな。イエーイ、ということで完成。ということで完成しました。いいね。これは何ですか？イワシスパイスカレー丼。はい、おー。そして真ん中が、はい、こちらがサラダチキンとアボカドのユッケ丼です。美味しそう。さっぱりしてるね。で、ルークの、はい、こちらが麻婆丼。いいね。もうそれぞれもう三者三様やね。かぶらんねんね。かぶらんな。かぶらんな。そうやね、やっぱ。誰から食べていきます？あ、うん、じゃあ西村さんのから。じゃあお願いします。お願いします。こちらのマヨネーズがあるんですが、マヨネーズはお好みなんですけど、どうしますか？超好みです。なんか鳥分けお願いしますって僕が言ったら、なんか風雅が小声で鳥だけにねって言ってた。え、かわいい。サラダチキンとアボカドのユッケ丼。はい、はい、いただきます。いただきます。うわ、どうやろう。マヨネーズがうまいからな。うわ、え、もう、うん、もーい、ちゃんとユッケ丼の味や。うん、あ、すごいな。え、マジで思いつきだけで食べた。もう食べたことない。すごいな。うまっ。ちょっと開け方やけど、まあまあ、でも、うん、俺方に好きやから。そんな気にならん程度にはなってるんだよな。じゃあ皆さん決まりましたね。はい、はい、それでは一斉にせーの、じゃん。9点7.5 7.5 7点7点。はい、ということで合計点数は38点でした。おー、ありがとうございます。いや、でも美味しかったな、すっごい、うん、ユッケ丼ってこういうことや。味がそうやった。全部香り嗅いで入れてたから、うん、あ、ぽいなって。で、やったんやったらえぐい。すごい、西村さん味付けうまいと思う。うまい、ブラとか、うん、ありがとうございます。いただき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 ます。店やん。うまっ。おー、めっちゃ本格的やん。うまっ。嬉しい。マジでこれお店で出てきたら800円出せます。うわ、これ出せるね、マジ。うん、一斉にお願いします。じゃん。バン。9点8 8.5 8 9点。ということでルークの得点 42.5 点です。よっしゃ。これ最高得点。最高かな。ガチかもしらん。美味しかったね。いや、めっちゃ本格的。いや、急成長すぎるって。ラスト、これがどうなってるのかね、全く未知数ですが、いただきます。はい、いただきます。いただきます。おいしい。うめえ。うまい。うまい。じゃあ、一緒にせーの、じゃん。8点6.5 80 80 80。すいません、4点。はぁ、あ、はい、ということでフーガの、合計得点 34.5 点です。おぉ、なんか、おい、分からなくて口に入れた時にやっぱなんかちょっとイワシの若干臭さが来たイメージ。俺もイワシなくてよかったかも。それもレトルトカレーやから。ただの、そうや。普通にレトルトカレー食べたい。なんかちょっと臭かったかも。でもアレンジとしてはすごい面白い。なんかツナとかやったらめっちゃよかった。ああ、マジそうかも。はい、ということで全員分のワンコイン丼を食べたということで、はい、結果発表の方に参りたいと思います、はい、結果はこちらです。ボイフーガ34.5点、4位西村くん38点、3位
こたちゃん40点、はい、2位僕の 40.5 点、そして1位ルークの 42.5 点ルークが1位です。おお、わかりました。もう手の凝ってる順です、これは。いやそうかほんまに手が飛んでる、手が飛んでる順です。いやマジで麻婆豆腐が。ありがとう。あ、うまかったね。断トツやもん。断トツかも。嬉しい。あれ出てくる店やったらほんまに麻婆豆腐頼むかも。ほんま、うん、嬉しいわ。うまっ、ま、それぞれでね、やっぱ美味しかったので、ぜひ皆さんもちょっとね、お時間があればちょっとスーパー行ってワンコインでこう丼作ってみてください。ということで以上、リトルカノサイでした。ありがとう。試食専門店のランキングを当てましょう。いっちゃったやつにします。おボタちゃん、うわー、圏外ということで、じゃあルーク370円自腹です。ウインナーってこんなうまかったっけ。うまい、いいですね。ローショーヘッド、ローショーヘッド。うわ、めっちゃ美味しい。ん？どっちや？インサートどとこ。はい、いいよ。はい。俺のインサート。お前かい。3、4、5。